松陰中学校、高等学校は、兵庫県神戸市灘区にあるキリスト教の中高一貫私立女子校である。設立120年以上の歴史があり、近辺では最も歴史が深い。祖母や母親が、卒業生、姉妹やいとこと通学している生徒も多い。2007年から新カリキュラムで授業を行う。制服を開校当時から変えておらず、冬は紺、夏は、 白のワンピースで神戸では絶大な人気を誇る学校である。また、高校3年生で行われる教育活動、チャレンジプログラムは、社会の中での新しい教育活動として、社会からの評価も高い。2000年夏に、学校公認で、玩具メーカーの宝と、実在高校政府クリカちゃん携帯ストラップを制作。現在、16校22種類ある。 短大を含めると17校23種類あるが、携帯ストラップ第1号はこの学校である。また、キューピーのストラップもある。向川女子大学附属中学校、高等学校と並びコーラス部が強いことでも知られている。2003年7月世界青少年音楽祭に出場し、第2位という成績を収め、プロからスカウトを受け留学が決定した生徒もいるほどである。 2006年には、ウィーン世界青少年音楽祭、アレッツォ・ポリフォニー・コンコルソ出場を果たし、イタリアで行われた、国際合唱コンクールで中学が、児童合唱部門で、世界一に選ばれた。地球温暖化に対して身近なアクションを、高校生が、社会の人たちに訴えていく教育活動。文部科学大臣賞、読売教育賞、林野町山緑賞等々、 多くの賞を受賞。生徒たちはかもした環境大臣、中田博司横浜市長、リクルート社長などに活動報告や提案をし、激励されている。G8 サミットでは、環境省の講演で、大きなイベントも企画実施した。郵便番号657-0805神戸市灘区、青谷町3-4-47。ありがとうございます。